旅団。旅団、リオダ団は、陸軍編成上の単位の一つで、師団よりも小さく、連隊と同等またはこれよりも、大きい単位で、1500名から6000名程度の、兵員によって構成される部隊を言う。日本語に言う旅団の語は古代中国の軍隊の単位で、あるたびに由来する。ブリゲイドは、ケルト語のブリが、争いに由来するという。英軍のブリガディア。 順将あるいは上級大佐は本来は旅団の長そのものであった。よって諸外国の陸軍では旅団長には伝統的には順将級旧ロシア帝国軍や現在のロシア陸軍、ブラジル陸軍中華民国陸軍等順将を行い、軍隊では少々が当てられてきたがアメリカ陸軍では大佐が当てられ中国人民解放軍ではそれぞれ上級大佐。 大佐に相当する王校、上皇が当てられる。また、ドイツ連邦軍、ポルトガル軍等では、巡将が当てられることもあれば、大佐の旅団長の例も、珍しくない。将官の階級を三段階として、巡将級の階級を置かなかった、旧日本陸軍では、少将,将が、将官の階級を二段階とした、陸上自衛隊では、陸将補、少将相当がそれぞれ当てられる。 旅団の編成は時代、国によって多岐にわたる。大日本帝国陸軍では、近代時代から戦時には、近代から旅団を臨時編成して戦地に派遣していた。西南戦争など後に、師団制が取られるに至り、旅団は師団内旅団タイプとして位置づけられるに至った。この旅団は主に師団に属する不評旅団が主流で、大半を占める。長は、旅団長で少々が就任する。 ただし、師団と異なり、参謀長や参謀は置かれず、旅団長の補佐や、旅団司令部の実務は、旅団副官が行った。師団には2個の不評旅団が属し、旅団には2個不評連隊が属した。師団が出動するほどではない場合には、砲兵部隊や騎兵部隊、公兵部隊などを配属し、混成旅団として派遣した。混成旅団は、臨時編成の場合が多い。 シナジ変更期からは、通常4個連隊を持って1個師団、つまり2個旅団としていたものを1個連隊減らし3個連隊を持って1個師団とした。この不評連隊の上級部隊としては、従来の旅団ではなく不評団が統括した。不評団も旅団に準ずる組織として長である、不評団長には、少将が就任した。第二次世界大戦期に出現した戦車師団についても、 同様の師団内旅団タイプの戦車旅団、各2個戦車連隊が編成されていた。独立混成旅団、小型師団タイプの旅団としては、1934年、昭和9年に独立混成旅団が創設され、品事編以降は占領地の治安維持を主目的に約100個ほど編成された。独立混成旅団の編成の特徴としては、 旅団のもとに連帯が存在しないことが通常で、代わりに独立不評代隊からなっていた点が挙げられる。なお、在中国の独立混成旅団のうち24個の、ように、後に、本物の師団に拡大改変された例も多い。このほか、第68旅団や海上機動旅団のように、同様の小型不評師団タイプの旅団ながら、独立混成旅を名乗らない編成も存在した。 戦車師団を小型化したタイプで戦車連隊に加えて不評なども含んだ独立戦車旅団も存在する。師団内旅団タイプと独立混成旅団タイプの中間的な旅団も太平洋戦争、大東亜戦争期には出現した。これは第百二師団のような独立混成旅団を改編、格上げした師団などに見られたものでや、団の元に個の旅団が置かれた点では、 師団内旅団に近いが、各旅団の下には、連帯が存在せずに、多くの独立混成旅団のように、独立不評大隊から構成され、旅団作業隊、工兵の一種や、旅団通信隊など、若干の特化部隊を有することが多かった。このタイプの旅団を持つ師団は分散して、治安任務に当たることが、本来の任務で、多数の独立不評大隊の管理や、 旅団単位での独立行動を容易にするための編成であった。第109師団なども類似の混成旅団2個からなっていた。特化の単一兵か独立部隊タイプの旅団としては、日清戦争後の軍備拡張に際し砲兵旅団と、騎兵旅団、小型騎兵師団タイプとも見うるが2個ずつ編成されたのが最初である。それまでも同種の独立部隊はあったものの、 小規模で旅団の名を冠していなかった。その後、野戦重砲兵旅団など多数が誕生した。前室の独立戦車旅団の中にも、旅団編成内に不評を持たずに他部隊との共同を前提とした、この範疇の旅団が存在する。陸上自衛隊の基本的な作戦単位は、1962年、昭和37年に、韓国隊が改組されて、以降、 30年以上にわたって、師団及び混成団とされてきた。しかし、冷戦後の軍縮の流れの中で、師団の規模を縮小化させ、また、混成団の規模を拡充させる必要が生じたことから、1995年、平成7年11月28日に、閣議決定された例7大綱に基づき、平成8から12年度中規模において、自衛隊としては、 初の旅団編成が導入されることとなった。これにより、1999年、平成11年以降、第5、第11、第12、第13の4個師団及び、第1混成団、第2混成団が旅団に改編され、総合近代化旅団が2個、即応近代化旅団が4個編成された。また、即応近代化旅団のうち、東部方面隊のもの、 第12旅団は、空中機動力を強化し、また、西部方面隊のもの、第15旅団は、離島防衛に対応するよう、それぞれ編成を調整している。また、5旅団、12旅団及び13旅団は、総隊当時即応及び自衛官を主力とする一個、普通化連隊、コア部隊を置いていたが、混成団方面混成団の進編によりいずれも、廃止されている。なお、 2017年度末より戦闘団に準じた編成を持つ即応機動連隊の編成が開始されている旅団においては、北から第5旅団、第11旅団、第2旅団、第14旅団に編成予定。陸上自衛隊の旅団は作戦単位である点で師団に共通しており、編成上もほぼ完全にミニ師団であることから、番号も師団と重複しないものとなっている。 しかし、定数は約2000名から約4000名と小規模であり、日本陸軍における混成旅団に近い形態となっている。その一方、戦術単位である普通科連隊については、第15旅団を除いて複数保有するという特徴も備えている。なお、旅団霊下の普通科連隊は、四段零下の普通科連隊よりもコンパクトな普通科連系であり、 連隊長は一区分低い一等陸差、三、定数も約650メートされている。旅団の編成は下記のようになっている。現在、陸上自衛隊には下表に示す6個の旅団が設置されている。旅団長補給は全て一号補給である。アメリカ陸軍においては、従来編成されてきた連隊タイプの旅団から、衛星、補給、 戦部といった各種の支援兵舎を追加してある程度の独立作戦能力を付与した旅団戦闘団 PCT への改編を進めいる。すべての旅団戦闘団は、不評旅団戦闘団、重旅団戦闘団、ストライカー旅団戦闘団の3種類のいずれかの編成に統一される。一方、アメリカ海兵隊においては、旅団級の海兵空地任務部隊、マグットフとして、 海兵遠征旅団、メブを編成している。これは、海兵連隊、不評連隊、海兵航空軍及び戦闘兵団連隊を中核とした、諸兵か連合部隊で固定翼機を含むという点で、各国陸軍の旅団とは一線を画した編成になっている。ソビエト連邦軍においては、伝統的に連隊士団軍、軍団から、 軍管区という指揮系統が採用されてきたことから、いくつかの例外的な独立旅団を除き、旅団は編成されていなかった。しかし、2008年に採択されたロシア陸軍の再編計画において、兵力の軌道運用及び効率化のため、従来の師団のほぼ全てを旅団に縮小改編することが決定された。これを受けて、2009年中に23個師団が解体され、 85個旅団、諸兵科連合旅団40個、特定任務旅団45個が創設された。これにより、現在のロシア陸軍では、日本の北方地域を占拠している、第18機関銃、砲兵士団以外に、士団は存在しなくなっている。また、依然として、士団編成が存続している、ロシア空挺軍においても、独立空挺旅団の編成が行われている。 上記のような正規軍の一編成としてではなく、テロ組織を含む武装集団が事象として、旅団を名乗ることもある。中東パレスチナのアルアクサ巡教者旅団、ファタハ系、ハマース系、イタリアで、かつて活動した赤い旅団などである。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。